個性を十分に発揮できません上半身に付与されていた対空無敵を消去やったーしゃがみ鏡 P 弱体化やばいダルシムさん何やってんの意味がわからんマジでつまんないやーアップデートきたねーさすがにダルシムなんかもらってるまあ一ったみんなで見ようかアップデートのやついやとうとうダルシムも最強になるかよし見ていくぞ アップデートは個性を十分に発揮できなかったキャラクターの強化主にジェイミーやリュウが対象となりますジェイミーは良いレベルを上昇させることで性能が強化されるキャラクターですが強化に必要なプロセスが多くその性能を生かしきることが難しくビュウは単体で見た時にバランスの取れた技構成になっているものの 突出した要素がなくスタンダードキャラクターの中で個性が薄れてしまってましたその点をある程度解消するために牽制の波動拳を打ちやすくしたり破傷劇で攻め手を増やす調整ダルシム遠距離で戦わないといけないのに全員がドライブラッシュを持っているから懐に入られてダルシムの戦う距離で戦えない個性を十分に発揮できません使いづらさが目立ってた技の改善絶きた ああマジで、いろいろあるしな。まじでいろいろある。もう対空もゴミみたいな技だしな。で、他の対空しようとしても、使いづらいしな。さすが。コンボパーツとしてつなげることが難しかったり、対空技としての信頼を使った技に対して、性能を補強する、目的で強化を行いました。<laughs> コンボパーツとしてつなげいっぱいあります。相手の子。ん 相手の行動を制御しすぎていた要素の弱体化大丈夫だよな主に防御防御行動として協力だった技が対象ない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 ありません防御防御行動で強力だった技ありませんダルシムここら辺はいいなアーマードライブラッシュジャストパリ先行入力まずルークしゃがみ中パン空振り地の硬直を3フレーム増加しました3フレか やられ判定だけなんだあー強そうだねまだ言うて差し返しやすくなったってだけでしょってことはとりあえず中パン当てたら今まで通りってことでしょジェイミー前投げから良いレベルを上昇させられる派生技を追加しましたコマンドは投げ成立後にボタンホールドえええええ,え,え技追加ええなぜなぜ君は強化を受けてるんだい 通常版のダメージ SA1 が火力上がって画面端で当てた際にヒットバックがかからないようになったダウン時間5フレーム増加絶唱これマジンっていうのこれ良いレベル上げた状態で発動した場合効果終了後に元の良いレベルに戻るように変化しましたあーこれで次は初段のヒット効果をのけぞりから吹き飛びやられに変更しましたはあ1段目から吹っ飛ぶってこと へ弱波衝撃ガード時の硬直をマイナス3に変更確反なしガードバックを縮小バーンアート時のガードバックを拡大は攻撃時終了攻撃持続終了から硬直終了まで移動量を縮小えっ人雷ってこと強波衝撃攻撃判定を前方を拡大ガードバック縮小攻撃え 破傷劇がめっちゃ強くなってる。攻撃判定を前方に拡大。操作判定を前方に拡大。ガードバックを縮小。ヒットバックを縮小。バカ強化入ってるわ、竜ダルシム、うわ、そうや。別ええわ。が強化入っても。ちょっと見ていこう。剣は立ち弱、あ,あ、そんな少ないな。立ち弱 P が弱くなって。前投げが前投げも弱くなって。 でもこれ結局できるみたいに聞いたけど。で、オーディ空中竜巻が7フレ増加。おーいいね。逃げれなくなったね。相手を飛び越しづらくなる。あ、すーげえ。ちゃんとよ、ちょっとだけ弱くなってる。いいね、ザンギエフ。オーデダブルラリアットこれいいやな。地上の相手に対して2段目が1フレ早くヒットするようになった。2段目地上ヒット時のダウン時間1フレ増加。初段地上ヒット時のやられを変更し、s s リが連続ヒットするようになった。 初弾空中ヒット時の横方向の、えー、吹き飛びを吹き飛びを縮小なんだ初段空中ヒットまあダブラリ強くなったよね OD のエリアルロシアンスラム SA1 攻撃判定を下方向に拡大、うん、え捕まえやすくなるってことこれめっちゃ吸うようになったもしかしてあーいいね反転中 S2 反転中の押し合い判定を上方向に拡大はい、えー まあ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 、いい、いい、いい調整。ほんと、ピッてだけ強くなったって感じ、ザンギエフ。DJ、ファンキースライサさ、ガードバック縮小、攻撃、来た。<laughs> だって、弱キャラって言われてるさ、リュウ、ザンギエフ、その中にさ、いつもダルシムって言ったじゃん。これ多分、10行ぐらいバーン来るで、これ10行ぐらい、行くぞ。 次回期待待てねえよもう0時が始まっちゃうよ何も変わってない <laughs> 不具合が治ったもうそもそもこの不具合すら知らんかったわ JP 立ち京 P 攻撃持続中の足元のやられ判定を拡大差し返しやすくなったってことか攻撃,攻撃時終了後のやられ判定を拡大ほー大パンブンブン弱そうだねもう しゃがみオ上半身に付与されていた対空無敵を消去やったーやったーしゃがみきょ P 弱体化やばいこれこれ,これちょっとこれちょっと JP 塚井さんちょっと痛いんちゃう何で対空するん JP 塚井さんオーディアムネジはウフ <laughs> <laughs> 即時補正を15%から60%減らねーうわーでもね正直嬉しいうんアメージはやっぱしょうもなかったからな50%の指導補正追加ノクゾリ中に相手に s s R 発動した際にアテミで発生した弾の起爆が速くなるアテミ成立後弾が消滅するコンボが終了するまで GP 側の s a ゲージが増加しないア <laughs> <laughs> ーハハ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  ビーハトって言うんだ。あの技20%の指導補正。<laughs> 通常技をドライブパリ。えー、パリした際のドライブゲージどっかりでございディ版のドライブ、パリジャストパリした際のドライブゲージどっかりを。<laughs> いいね。いいですね。パーン行かれたね。jp 攻撃持続を3。フレから5。フレームに変更えなんか？ ちょっとだけなんかこれなんかなんか,いいな, <laughs> なんかしれっといい強化もらってないこの子なんかしれっとしれっとまあまあでかい強化もらってないしゃがみジャックピーもなんかちょっと強くなってるしえあのー、ダルシムさんねえ何やってんのダルシムさんねえねえ何やってんの君だけジャックキャラだよね君 ねえ <laughs> 君だけ何サボってんのえちょっと待ってえなんでダルシムえなんでな意味がわからんマジでつまんなもうえこれもう最弱キャラじゃない今日からえちょっと待って俺0時最弱キャラ <laughs> なんでマジでいや今日ばかりはいいだろうもう今日ばかりは絶対文句言っても大丈夫ダルシムはもう。 今回のアップデートでアリケンさん的に誰の強化が一番熱い強化強化って見ると強化や,やっぱ竜じゃない今回はさすがにさすがに竜がもらいすぎてるなもらいすぎて今まで持ってなかった時よ